前回のカズクラ1ヶ月限定のワールドついに始まった。ただやっぱりアイテムが全然足りてないんだよ、装備が。ということで装備を全力で整えてみた。周りが意外と整っていて、30分だけでこんなにもすごいものが完成してしまった。さてさて今日も発展頑張っぞ。さてさて、どうもどうもどこもこんばんは、カズクラです。今日はちょっと朝ということでサンダーさんもいないみたいでございますね。よし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 、よし、これで気軽な時のマグマ場が完成いたしました。よし、な行くとするかな。岩盤上にね、つなげたいなと。ちょっと位置的なもんがな、ちょっとまだいまいち合ってないんだよな。どうだろう、こんぐらい高かったらどうだろう。もうちょっと上げとくか。おい、行ったんじゃない。ほんでここはカチッとしておきます。つながるといいな。ではこれで次は岩盤上ですね。ちょっと周りがねやばい発展を遂げてきてるみたいだからね、いや、なんとかせねんいかんぜよですな。これはこれだ、これ。おい、オッケー、開通。オッケー、とりあえず階段つけとっか。よしよしよし、これでいろんなところにね一気に行きやすくなったか。オッケーだね。え、あおなお、なんでこっちにつながるんだってこれ。嘘だろ。これもうちょっと鼻らかすか、もう少し。キョキョキョと混戦しそうなんだけど。いや、近い近い、キヨキヨと。初めてのゲートっていうのがここにあるから、ここの座標覚えました。これ一回壊しといた方がいいのかな。いや関係ないよな。いや一回壊しといてみよう。え、ほんでここだよね。いや、みんなご近所さんだからね。キヨキヨさんのところ出ました。やばいね。X 軸が7。いや、同軸じゃねえかよこれ。やっぱキヨキヨキヨで7。え、ん、違うわ。9か、こうだ、こうだね。9で36。絶対混戦するだろこれ、キヨキヨ島のこれ。ここだ。近い。いや合ってるなこれ。初めてのゲート、まあこうだよね。そんでここも一応確認しよう。こっちだよね。どうすればいいんだこれ。あ、もっと高いといいのかな。これだったらあのゲートの上に作ろうかな。もう初めてのゲートの上に。いや、まずはもう交通状態だよね。まずはそっから良くしていかないとね、交通網から。近いんだよな、キヨゲートは。まあうちのゲートもあれだから、一旦これ壊すやん。で、あっちをもっと高い位置に置いて着火することでうまくいく。うん、いくでしょこれ。念や念をでもっと高くしておこうこれ。いや、うまくいくと思うよこれ。あっち、どこつながるかなこれ。あんま入らん方がいいかもしれんな。岩盤上のやつを調整するか。うまくいくかなこれで。もう一回マグ拠点、ちょっと遠いんだけど、マグ拠点のとこからピュッといけるように、こっちからピュッとピュッといけるかもしれない。絶対うまくいくはずや。経験上あんだけ高低差つけるといけるはずや。あれ、おーし、行くぞ。1の確認、これはね、さっき言ってた9のとか、これ一旦壊しておきます。まずは便利な世の中を。 X 軸9来ました。ここだな。はい、もうこれ命名しとこう。つながります、間違いないです。おお、で、これ戻れたら。お前を少し低くするか、気持ちさ。頼むぞ。どうすればいいんだろう。まずこうしとくやん。一回いろいろぶち壊してパリンパリンしてからやった方がいいかな。一旦パリンパリンしとこうこれ。こうします。上のも一回パリーンって一回食らわせておこうか。ここも1パリーンをかます。
OK。 1パリンかましました。岩盤上もパリンかますからね。よし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 、まずはここからや。よし、入ります。 OK、 戻ります。頼むよ。キヨキヨ拠点に入ってるやないか。次片道は一応上行けるようになったから、まあまあまあいいわ。キヨキヨ拠点戻りでもこんな大きな問題ないわ。うん、すごいね、キヨキヨゲート。あれ全てを吸い出す。あれ、おい、キヨキヨ点合ってんの。X 軸 4.5 って書いて、 4.5×8 で36。うーん、ずれてるよね。ほんで246、31.3×8 で250。あー、 X 軸だけが微妙にずれてるよな。ずれ修正できるのかなこれ。2マスとかたったその程度なんだけど。36のメモ、あれ待って、21246、これを軸に21246、21246っていうことは 2マスぐらい。いや、オラの拠点にさらに近づくな。え、もうちょっとこっち離しても大丈夫なんじゃないか。あれと混戦するのかな。もうちょっと離そう。これキヨゲートもうちょっと離そう。下げて気づかれんぐらいちょっと低くしとこう。これこうしてもう一段下げたいよね。これと一緒ぐらいには。あっぶね、アナンバーク。うわっ、あらららら、こんな高い位置に。これはレアだね。キヨ拠点、キヨ拠点。はい、さあ全てを吸着すると言われてるキヨ拠点。バレンかな、キヨ拠点勝手に移動されてる説。こう込んでいっか。おい、これ一回壊した方がいいのかな。また低いとこは低いとこでええんやってな。上の場所だけ一回リセットの気持ちを込めて上の場所一回壊させてもらおう。勝ち。おっしゃ、次こそつながれ。よし、まず1回目は大体つながるんだよね、これ。 OK ね。でここ斜め木をゲートにつながんだ。うわー、おいおい、よーしよし、ようややったやないか、やったやないか。おっしゃ、エメラルドもらいに行こうっと。ルザ拠点に、ここよりもさらに効率化されたところがね、もう存在しそうで怖い。うおー、カズクラのピッケルついに完成。ラッキーカズクラピッケルも完成。あ、いいねー。おーし、完成やー、カズクラックス。ほんと遠回りした。おーし、一旦これで基本装備が出来上がりました。長かった、カズクラ。オッケー、ちょっとサプライズあるから。単独行動してくるから待ってて。オッケーオッケー。なんだろう、あ、結構ダメージ軽減ついてて悪くないよ。わあ、メットなんか全然悪くないしね。3段に間に合う。これ普通も特に必要だからね。あとはこのツルハシがね、結構消耗品的なあれだからね。できたよ。あ、持ってきた？できた。ちょっと待ってな。プレゼント欲しいか。お、プレゼントは欲しいぞ。俺もね、今プレゼントを用意してるから。嬉しい。ちょっと待ってね、朝にする。やったやった。オッケーオッケー。あ、サンダーサンダー。何？プレゼントプレゼント。オッケーオッケー。ツルハシ。やった。消耗品だからさ、これ2つもくれるの。そうそう、やっぱね、ネザライト堀はしにいかんとあかんだろう。ネザライト堀、 あとは今交易品でもらったメット。うん、ありがとう。おー、いいね、ある程度良かったんだよこれ。パールとエンダーチェストぐらいもらっとかったかよね。エンダーチェストぐらい欲しい欲しい欲しいよね。エンダーチェストを、ネザー行ってエンダーテストを取りに行こうぜ。靴ある？靴。
靴ない？これどうぞ。持ってない。ありがとう。お、これもいいよ。思ったよりいいぞ。おいよ。ありがとう。いいねいいね。よし、ならエンダーチェストの材料取りに行くか。わかった。エンダーチェストの材料は貴重なものはちょっと預けておいて、黒曜石がちょっと欲しいとこだから、はい、うん、今ねこの上にあるやつをジャバッと固めてしまいます。でこれが材料になるから、エンダーチェストの。ふむふむ。ええやん、ええやん。ちょっとロッドでも取りに行きますか。ロッドでも行きたい行きたい。そんなら人参、これ金人参を。要塞どこにあるんだろうね。いやあるだろう、近くに。そっか、よし。そんならこっち黒曜石預かっとく。黒曜石、あ、あとね、そうだそうだ、弓矢。ほらこれ、これ弓矢欲しい。欲しいでしょ弓矢は。あ、でも肝心の矢が、肝心の矢ジャジャさんとこからもらってこよう。これわかった。やべ、こいつ矢攻撃しようとする。こいつ矢、ヤシなのに矢はないわ。そんなことあるかい。ヤシで矢はない。八百屋で野菜売らんみたいなもんだぞ。ジェザさんからもらおう。これ待て待て待て、ジェザさんのとこにブレイズロッドあるんだけど、ロッド借りる。ダメ見てない、ダメ見てない。わらわら、やっぱ最初ぐらいは行くか。ロッド、じゃあ借りたとして何すんの今日。いや建築だよ、建築。俺たち拠点が一番しょぼい今。確かにな。よろしくないだろうそれは。それはよろしくない。じゃあ借りちゃうかい。借りるか。じゃあじゃあさん貸していいよ。1ヶ月しかないからな。いいっていいって。建築しようぜ。しようしよう。ほな今回ゲートちゃんと、うんうん、この岩盤とかつなげたからさ。これびっくりしたよこれ。これちゃんとつなげといた。いいじゃん。これをまずリデザインしていくか。わかった。縦長の何かにしたいなと思っている。トールサイト持ってるよ。ほんなら何にしようかな。昨年は剣だったからね。そうだね。今エンダーチェストここに1個、はい、置かせてもらった。水中エレベーターも作れる。お、いいじゃん。この倉庫も少し大きくしたいよね。うん、倉庫もね、書も作りたいし、家族ら、ね、ん、これ見た。オンリーちゃんからのラブレター。え、隣のこっちこっち。おお、なんだこれ。オンリーちゃんらしからぬ絆立て。なんだこれ。これはよくわからん。これはよくわからんな。わらわら、なんなんだろうなこれ。うんうん、謎だな。おやつが考えてることは。とりあえず今からね、そこの建築をしていきたいと思うんだけど、何が映えると思うこれ。また上下階でいいと思うんだけど、上下で何が映えるかな。縦長のもの、ツルハシかな。ツルハシ作るかね。まずは絵の部分がね、ちょっとゲート仕様にはなっちゃうんだけど、ただね、絵の部分か。その分の黒曜石が欲しい。わかった。だから地下掘って、あの大量の黒曜石掘りに行こっか。わかった。ダイヤモンドも欲しい。そうだね。ほな一回行っか、ちょっと下の方に、うん、地下に行こう。地下行っか。多分マグマに行き着くはずだから、うん、ちゃんと。わかった。ここもちゃんと掘りやすいように。おお、ゾンビの声が早速いるのか。ただもっと深いところを目指していく。オッケー。こんなんでは満足せん我々は。大きなマグもあるといいね。銅があるぞ、銅が。ちょ、銅は掘っとこう。これドアが欲しい。どこまで。もっともっともっと深くいこう。もっとこの下歯もうないんじゃないかな。嘘だ、あるある。さすがにあるよ。なんだその人工的な穴。変な人工的な穴じゃないよ、ね、なんだろう。あ、だって なんかの隙間だこれ。わかんないや。どこ行っちゃったの。奥奥進んでるの。奥進んじゃった。ちょっと待ってね。俺たちのいいよ。まず目的としてマグマだから、うんうん、ちょっとマグマだけないかちょろっと見てくるね。奥わかった。なし、戻るわ、はい、サンダー、さっきのところに戻って、うんうん、どっから来たっけ俺たち。こうだな。そっちで合ってると思うよ。迷っちゃうから、こっからサンダーはそっち、俺はこっちで掘ってこ。横に横に。オッケー。ほんでせっかくだから丸石にしとこうかな。建築ね、使いたいもんね建築で。そうだね。いや見つかるよ。見つかるといいな。マグマね、マグマ。はい、今んとこゼロです。こちらマグマの
高さ。あ、そうだ、マグマの高さとか。マイナス5級だっけ。一切無視して掘ってるわ、オラ。マイナス5級だった気がする。まあでもグツグツグツって音聞こえるもんね。54だっけ。グツグツグツって。わかった。もうちょっと下がった方がいいってことだよね、本来は。そうだね。マグマあったよ。マグマあった？お、ナイス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 。はい、戻りました。これ掘っていけばいいんだよね。サンダーどこ掘ってるんだろう。さっきのね、ほら階段のとこまで来たけど。え、さっきのところ。まっすぐ降りて。待ってね、50、50何マス掘ってるんだっけ。54マイナス。ほらもう今54の高さ来ました。ダイヤも見つけた。いいよ。やったね。いいね、調子いいね。わわわわ、いいね、いいね、いいね。あー、こんだけこんだけあったら十分だ。これちょ、椿つぶしもしておいて。いい感じよ。こんだけあったら、よし、ちゃんと掘っていこう。この水源の近くのとこから。マグマの、もうマグマこんな深くない。なさそうだね。いいね、いいね。いや、これで作れるぞ。今回。作ろう。いいのが作れるわ。今んとこ立候補としては、ツルハシ。うんうん。ツルハシだよな、紫色。そうだね。いや、で、持ち手の柄の部分が紫色になると。いいじゃん、いいじゃん。ツルハシのこのダイヤの部分とかどうしようかな。ダイヤにするかい。え？わらわら。こんな序盤で恐ろしいこと。似たような色派なんだろう。まあ、絵を作ってみようかな。序盤って言っても1ヶ月しかないから。うん、わらわら。もうそんだけで終わるよ、1ヶ月。始めるなら早い方がいいよ。今とりあえずなんか目標決めてるの？いや、何も決めてない。やられない。カズクラのハードコアってことね。不滅である、かっこ希望。いやでもやっぱ拠点をね、発展させたいっていうルザピがえぐいから。そうだね。うん、うお、危ない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 。やっぱちゃんと発展させてきたよね。61個集まった。うおうおうおお、えぐいえぐい。今月分手に入れとこう。今月分オッケー。カズクラ建築を開始するぞ。サンダーやっていこう。サンダー用のエンダーチェストも。はい、プレゼントだ。やった。よし、ありがとう。なら、ちょっと改造とか今やっていきましょう。これ、うんうん、これ横3の方がかっこいいよね。もうちょっと絵太くしたいよね。2マスでいいか。うんとね、2マスってどういうこと？え、この紫色の部分が2マス。なるほどね。ちょっと悩ましいよね。悩ましいね。でもこれグリちゃんが作った伝説の、うんうん、ね、これ伝説のやつだからね。そうだね。それ考えるとやっぱり2マスで最初の、これに合わせたい気もする。それでやってった方がいいよね、うん、そうしよう。そうだね。石切り台作りたい。石切り台。鉄がないのか。鉄あるよ。あるある。何で作るんだったっけ。作れるね。何だっけな。おお、なんか石な気がするんだよね。石な気がするんだよね。レシピ的に、俺たち的にはだいぶすごいスピードで今進んでってるんだけどね。そうなんだよね。ね、周りが早すぎるだけだよね、これ。そうだよ。はい、はい、サンダーの石切り。はい、サンダー石切り台。俺たちは何も悪くない。ありがとう。何も悪くない。わらわら、何を持っていけばいいんだ。まずは、あっこまでまず伸ばしてみよう、まず。どこ行っちゃった。いた、わかった。この黒曜石を買い。そうそう、やっていきましょう。はい、ちょっとアクセントいいね。はい、はい、いいでしょう。いいね、かわいい。これさ、1、2、3ってやるじゃん。あ、これあげる、はい、ちょっと待って。ほいほいほい。ほんで、オッケー。ほんでペッてやって、ペッ、あれ欲しいね。なに？ライター、ライター。持ってなかったっけ。あったあったあった、ライター持ってた。あったよ。サンダーや足場が欲しいな。18個できた。こうして、はい、ちゃ、いいね、いいね、いいデザインができそうだよ。はい、オッケーオッケー。ウェイトちょっとずれてるって。ずれてる。お、頑張って作ったのにずれてたわ。ほんなら次ラストだから、これまずいのか。サンダージャンプしてて、はい、オッケー。これラストにしよう。ナイス、うん、低く、ちょっとぐらい低くしても繋がるやろ、これ。こういうこと。こうやって、こうやって前、こうやって前。これ朝はね、30分かかったんだって、これ。キヨキヨゲートと、お疲れ様。もう混戦しまくり。大変だったんだから。
キョキョゲートはねすごかった。岩盤上に行くと参ります。うわうわ、もう一段高くすれば大丈夫かな。ちょっと一回壊してちょっとキョキョゲートから出よう。はい、綺麗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 じゃん。綺麗だね。ついてないとこあるけど。いいね。待って、まだラピスラズリあるからもう一段上げてみよう。オッケー。多分どっかある。ないね、ないね。ないのか。3段のもちょっともらうよ。いや、足りるんじゃね。あと2個分ぐらい。家族ら。うん、足場作っといて。この世界で初めて取れたラピスラズリ。ラピスラズリ、使ったな。やばいやばいやばい。わらわら、1個戻しとくわ。はい、じゃあちょっとこういけや。ちょちょ、はいはい、余計目に手に入れてきました。ありがとうございます。ナイスです。レッドストーンも余計目に手に入れてきました。回ります。伸ばしすぎた。よし、一番上までやってきました。なんだか気持ち悪いので一回これ壊しておきます。はい、はい、これ天空にあるやつも加えておいた方がいいのかな。一回岩盤の上ってこと。岩盤上のやつだから今ここ着火だけして。サンダーどこかわかんないんだよな。大丈夫大丈夫。一回ここ着火するでしょ。はい、パチ。ほんでジャジャ拠点から上がろう。ジャジャ拠点から。はい、よし、ここだぜ、オラたちの。こちらですか。一回怖いって、行きます。はい、行こう。やったー、ナイス。戻るよ、戻るよ。やったね。やったー、ええねえねえ、ええねえねえ。朝、頑張った甲斐があったね。ほんとそれ。ほんなら今からツルハシの部分を作っていこうか。はい、オッケー。石のツルハシにする。石のツルハシなんで作る。どうよ。丸い石か。いいね。石のツルハシ、深層岩の丸石を縁に使い、内側に丸石を使いますか。あ、材料も十分じゃん。いいじゃんいいじゃん。足場も入れるね。いいねいいね。ちょっと黒くしてあげて。いいねいいね。ツルハシのね、先っちょのニョキってした部分があのゲートのところにしようかなと思ってて、そうすると着地しやすいでしょ、ね、ピューンって飛んでさ。うむうむ、いいじゃん。いいでしょいいでしょ。いいと思う。だからここが こういうことね、多分。なるほどね。ツルハシの部分っていうのは左右同じだけ作っていかないといけないんだよねっていうね、こういうことだね。どんなになってんだこれ。ピッケル、マクドナルドみたいな幕になってんだよね。マクドナルドみたいな感じの幕になっちゃってんだよね、これ。わかる。でもね、こんな感じになってんのかな。 M 字になってんだよね、なんか。なるほど、わかる。ふむふむ、 M 字。今雷さんで見てる。あー、雷さん、ナイスナイスナイス。なちょっと片側作っていくんでアドバイスちょっとよろしくお願いします。自分なりにちょっと、やっぱマクドナルドだよね。この縁さえできてしまえばね、もうあっという間だから。ここからなんか下がってる感じに見えるんだよね、うん、このね、下がってるよね、これ。こうして手に持ってるやつってことだよね。うん、今手に持ってるやつ見ると、確かにね、これ斜めだから難しいよね。ほんと、いいような気がするよ。ほんで中にとってもいい気がする。中にこれを埋めるんでしょ。やばい、丸下に持っていけない。そこまで、ちょっと待ってよ、今入手してくるから。丸石まーん。はい、ダスタックあれば足りる。そうだね。じゃあサンダー最後置いていってくれ、これ。はい、3つずつだ、3つずつ。まさか、中身、空洞なのか。え？やばい、あ、びっくりした。わー、自分持っちゃった。で
ばい、この手抜き工場未来だか。はい。おいいいね、いいね。ナイス。降りますか、とりあえず。はい。ちょっと勝村さんに見てもらいますね、上空の勝村さん。うーわ、めっちゃいいやん。はーい、こちら上空の勝村さんです。いい感じ、いい感じ。うわ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 、めちゃめちゃいい感じに仕上がっておりますね、これは。ええー、ねえ。いいじゃん、いいじゃん。あ、やばい。間埋めるの忘れてた、どっか。うん。どこどこ。いや、上の蓋すんの忘れてた。まあ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 。本当だ。うわー、いいねー、これ。めっちゃ可愛いのできた。かわいい。めっちゃ可愛いね。中心地にふさわしい可愛い可愛いツルハシができたんじゃないのかなと。うんうん。いいね。いいねいいね。いやいや、まだまだこれいい建築できそうでございますな。ちょっと目立つ。なあ、いいもんができましたな。ちょっと周りの発展に負けないよう、ちょっとまだまだ頑張っていきますか。頑張っていきましょう。また次回も楽しみにね。バイビー。